さあ、大和野球部さんとのね、4年ぶりの対戦だったんですね。はい、ね、まずはこうやってね、メンバー紹介をさせていただいております。結構この、なんだろうな、引きで見ると、より、ズームするとすごい荒いっすね。なんか嫌だな。あ、で、今日なんでパイレーツかというと、この日パイレーツのユニフォームでやってたので、それに合わせてパイレーツということですね。で、まあ僕が映ってるのはここだけですね。全部自分のカメラで撮ってますので、自分が映ってないんですよね。まあ、スマホカメラに関してはそうですけども。はい。で、GoPro カメラをのバックネットにね、貼り付けて、で、撮っているわけですけど、それには僕が映ってるんですね。でも、こうやってね、引きで撮って、で、アップにすると、こんだけザラザラになるとはね、あ、キシリトール選手ね、これ、あれですね、スポーツ報知の墨田区版に載ったんですね。で、その日、この試合の前日に、プレスリリースがありまして、で、まあ、翌日に皆さんにこの、できたスポーツ報知を渡してと。あ、で、今、イチロー選手のそっくりさん、モノマネしているエンジェリック・ランセイさんという方が、今回はゲストとして参加してくださっておりました。ありがとうございます。このちょっと、これ外したいな。あ、これ、こっちにやればいいのか。うん、さあ。球審がコールしました。で、試合が始まりました。ということですね。今、おそらくこの矢印でこう囲ったところに僕の顔が出てると思うんですけども、大丈夫ですかね。ちょうどここがスペース空いてるんで、いい感じかなと思ってね。で、ここにスコアボードがあるんですけど、スコアボードが試合が進むにつれ、これずーっとね、こっちに出てきますので、はい、スコアが見えてくるという仕掛けになっております。はい、先発は、岸リトール高之選手ですね。岸高之選手のそっくりさん。はい。この方がスポーツ報知墨田区版に載ったばかりということでね、すごい注目を浴びている、はい、そんな月間だと思うんですね。墨田区版は3ヶ月に一度かな、発行される特別版ですね。はい、だから四半期に1回、ワンクールに1回、ということですね。年に4回ということで、我々の中の選手を毎回特集してくれてるんですね。で、僕は毎回1人ずつ紹介して、おっと、今危なかったですね。岸リトール選手、最近球威が増してるんですよね。多分ね、球威にね、ついていけなくなって、肘がピキって言ったとかって。で、しばらく無理っすみたいなこと言ってたんですけど、1ヶ月も経てばすぐにやってきますね、はい。岸リトール選手ね、たまに、いなくなったりするんですよね。携帯が壊れて行方不明になったりですね。で、肘が壊れて行方不明になったり、あとは謎に行方不明になったりとかね。はい、謎の行動もありますけどね。なんか、最近はコボスタ行ったりとか、いろいろね、東京ドームで進出したりね、いろいろあちこち行ってるようですけども。まあ、我々ね、プライベート何してるか全くよく分かってないので、謎なんですけども。撮りましたかね、うん。センターが中村のり選手ですね。中村のりひろ選手のそっくりさん。中村のり選手。はい。センター難しいんですよね。平面のセンターとこう交互になってですね、すごい取りづらいと思うんですよね。ポジションも難しい。で、なんかアスリートタイプのチームが A 面でやってると、もうセカンドの横までセンターが下がってきますからね。非常にやりにくい。誰がどこの選手か分かんなくなるんですね。我々のユニフォームって、それぞれのそっくりさんが、用意したもので、統一性がないので、ただでさえややこしいんですよね。はい、あ、おー、内野。はい、これファールになりましたね。ポッテンヒットじゃなくて、イージーフライですね。イージーフライは英語なんですね。あれ、正しくはブルーパーって言います。ブルーパー。ブルーパーなんか、たわいもない球っていう意味だったかな。なんかそういう意味があったはずなんですよ。一通りね、野球英語をね、僕がね、もしかしたら通訳として呼ばれるかもしれないと思ってですね、一通り野球英語は覚えたはずなんですけど、すぐ忘れるんですね。これじゃ呼ばれないよね。僕はね、ギャンブルも一通りはしましたけど、絶対、全然勝てないのでね、ブラブラもしませんけどね。競馬が最高で3000当たったぐらいかな。はい。なかなかね、世知辛い世の中ですよ。ブルーパー。ブルーパーどういう意味かな？ちょっと待ってくださいね。今辞書で調べてみましょう。ブルーパー。うん。ブルーパー。あ、大失敗、ヘマ、ドジ。失敗だって。ポテンヒット。山内の緩い、投球ボール。あ、はあはあ、ブルーパーはポテンヒットのことだ。すいません。ポテンヒットの英語がブルーパーで、イージーフライがルーティンフライですね。ルーティンフライっていうのがイージーフライのことですね。難しいですよね。ルーティン。もう決まりきった行動で取れるみたいな、そんな感じなんでしょうね。あ、今打たれましたね。はい、おー、早い。あ、流した感じで。あ、余裕で帰ってきましたね。あらあら、大和野球部さん強いですね。大和野球部さん4年前に対戦しまして、その時は4時間、2枠取ってくれてまして、で、その時に試合したんですね。9回までやりましたよ。すごい思い出でしたね。なかなか投手でやることないからね。でもやっぱもう草野球に慣れてるともう5回、6回でも満足しちゃうんですよね。で、9回までやると長って思っちゃう自分がいますね。9回ってやっぱ長いですね。で、9回一人で投げ切るとか信じられないですね。ああ、すごい。今、いい球でしたよ。内頃なんだろうな、あの、いい球が。あれは、まあ、90キロぐらいか。ピッチング、バッティングセンター。バッティングセンターで言うと、すごい内頃の球ですよね。なかなか100キロを超える球って草野球で見ないですね。軟球っていうのはやっぱそんなにスピードが出ないにできてんのかな。さあどうでしょう。わあ、いいね、アウトロー。お、審判反応せず、これはボールですか。ちょっと僕ね、このまっすぐ後ろじゃないと分かんないですね、コース。今入ったように見えたんですけどね。どうでしょうか。よいしょ、はい、入った。はい、ストライク、いいですね。この球審ね、すごくいい声出すんですよね。気分が乗ったときすごいいい声出して、で、そこそこのボールのときはちっちゃめの声。で、すごくいいボールのときで大きな声出してくれるんですね。はい。スイング。うん。だから、こうやったり、こうやったりも自由みたいですね、どうやらね。たまにこうやったりもしますしね。うん、自分の気分次第でいろんなジャッジのポーズやってくれますよ。うん。あ、ちょいって当ててましたね。さあ、あー、マジかよー。あー、ちょっと、ポリポリ、ポリポリせ、帽子書いてます。すいません。って言ってますね。あー、そうか。ちょっと浮いちゃいましたね。うん、ちょっと余裕で、これは、取りたかったところですね。まあ、そういう、珍しいですね。大和選手がこういったことをするのはね、珍しいんですけど、まあ、ちょっと彼なりもね、なんか、ちょっとタイミング狂うようなアクシデントがあったようなんですけどね、なんか、難しいですね、そのあたり。今、何名の方が見てくれてるのか、ちょっとチェックしますね。今、別パソコンで、この、YouTube ちょっと入ってみますね。あった、すいません。はい、今この画面をね、画面を配信しているので、で、誰が来てくれてるかはね、別パソコンで見ないとわかんないんですよね。あー、なんてことだ。今僕消えましたかね。いけるかな。よし。二段階認証で一回スマホが、ちょっと切り替わっちゃいましたね。スマホカメラをウェブカメラとして今使ってるんですよ。はい、もうデバイスを3つ使ってるってすごいややこしい状況。うわ、何パスキー。なんか今わけわからんことになって、あー、やばい。うん。はいはい。ライブ配信、今何名か。先日、このフル動画をアップした今199名ってなってますね。うん。199かな。なるほどね。で、今何名の方が見に来てくれてるかというと、お、同時視聴者数 1! ずーっと粘り強く見てくれてる人がいるのかな。うん、ありがとうございます。誰だろう。よかったら、名乗り出てください。あ、ちょっと僕の顔が切れてますね。こうしないとダメだった。はい、すいませんね。ロゴで消えちゃったね。まあ、いろいろありますね。ずーっとじゃあ僕、このロゴで顔隠れた状態で喋ってたんですね。恥ずかしい。これロゴも消しちゃおう。もうロゴいらないですね。うん。ちょっといろいろ設定ありますけど。はい、すいません。今、イニング間の投球練習中ですね。じゃあちょっと、いいか、後でやろうか。はい、これのいいところは、ちょっと早送りしちゃえるってとこですね。早送り。はい、大和選手から。はい。さあ、これ長いですからね。1時間、2時間42分もあんの？これなんでこんな長いんだ？なんか知らない。2時間42分おかしいな。試合だけで1時間40分のはずなのに。うん、あ、わかった。1時間20分ですね。1時間20分の動画ですね。はい。これを、かいつまんで皆さんにお届けしながらっていうね。はい。田中康介選手のそっくりさん。田中翔介選手ですね。なんか、楽しそうな顔してますね。本当明るい人ですね。この人いつも。ずっと笑ってますね。見てて楽しくなりますね。あ、そして右側に僕が映ってますね。はい。1球だけ見逃してスイッチしました。はい。この意図は何なんでしょうか。ちょっと聞いてみたいところですね。僕が右側でね、動画撮ってるんですけど、このスマホカメラの動画もありますので、別カメラ、この動画の概要欄にリンク貼っときます。そして今、右上にちょっとリンクが出るようにしときますね。よかったらそれで見て、飛んでいってもらえたらと思います。実際僕の、当日のね、実況はどんな感じだったのかっていうのね、見たい方いたら、そのあたりね、ちょっと見てください。やっぱね、この定点カメラで見るっていうのもね、まあ、選手的には面白いんですけども、やっぱりちょっといろいろ動きがあった方が面白いと思うんですよね。スマホカメラの方が大体人気ですね。いいピッチャーですね。緩急つけて、うん。はい、余裕でさばきました。さあ、中村典弘選手のそっくりさん、中村典選手です。さあ、典弘選手、ライオンズライオンズの格好、うん、で、中村典弘選手のバッティングフォームやってくれてるんでしょうけど、ここでよかったかな。後ろは後ろなんだけど、目いっぱい外に立ってなかったっけ？違うか。これでいいのか。あ、で、打ちましたね。素晴らしいですね。うん。うまく当てましたね。さあ、最近、そっくりさんが多くて、ありがたいですね。前はね、コロナ前は月に4から6やってたもんで、1試合に集まるそっくりさんが分散してたんですね。4人とか5人とかいう日もあって、で、助っ人さんたちに助けられてるっていうようなね、試合が多かったんですけど、最近は8名、9名集まるような試合が多いですね。やっぱ月に1回か2回にしとく方が、こう、なんかイベント感が出たり、たまにやってる感が出て、なんかいいんですね。はい、スコアボード徐々に見えてきましたね。3-0 っていうのがね、もう見えてますね。はい。これ2回がちょっと辛いですね。2回がちょっともうすでにスコアが見えちゃってるっていうね。はい、我々は点が入らないっていうことが暗示されますね。頑張ってこれ9の可能性もありますね。6の可能性もあるか。うん。さて、0じゃなければ、7の可能性もあるよ。もしかしたら。ちょっと変な癖のある7書いた人がいるかもしれない。で、ちっちゃめの6かもしれないしね。さあ、何点入るんでしょうか。お、すごいスピンかかった球。最近、畠真熊宏選手、畠山和弘選手のそっくりさん、畠真熊宏選手、デッドボール当たりませんね。最近、ちょっと磁力が弱まってきてるんじゃないんでしょうか。はい。結構ストライクゾーンにボールが来ますよ。さあ、うまく捉えてくれよ。あ、高めだったね。さあ、ルーティン守って、打ってほしいとこです。さあ、お願いしますよ。似てるね。本人の中でね、何年のフォームとかあるみたいで、それぞれね、何年っていうのを言ってくれたら、そのフォームに変えて、モノマネしてくれますよ。これは何年 ?2015 年ぐらいかな。はい。これ、フォアボール。はい。フォアボール出た場合はですね、代走を送ることができるんですね。はい。フォアボールで歩きたくないよっていうね、時に、1打席につき1回、この代走を送ることができます。そうすることで、皆さんね、安打数、塁打数を増やすことができます。塁打数がトップの方に MVP 賞をプレゼントしておりますので、はい、塁打数を数えるようにしているんですね。ただ、この、今回に関しては、我々がMVP、募るの忘れてました。誰が MVP だったのかな。すいません。もうね、なんかいろいろ考えるとね、いっぱいいっぱいになって、段取り忘れたりするんですよね。ダメですね。余裕がないっていうのは。あ、3名の方が見てくださってますね。ありがとうございます。さあ、たまにこんな感じ。おー、いいね。うまくすくい上げた感じ。いい打球。おー、しかもボールが、A面から飛んできてややこしい。非常にややこしい。これ面白かったんですよ。このね、エンジェリック・ランセイさん、イチロー選手がですね、もう余裕でアウトのタイミングだったんですけど、これ、なんか、生き残ってるんですよ。ちょっと、もう一度見てもらいましょうか。ちょっと戻しますよ。これ、面白かったんですよね。なんか、見といてくださいね。これ、イチロー選手見といてくださいね。はい、来た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 。はい。戻った。はい、余裕でアウト。危なかった。タイミング的に余裕でアウトでしょ、これ。いきますよ。はい、ボールが、戻ってきた。はい、そこで足元。おー。なんかすごい微妙な格好してましたね。なんか凍りついた感じ。はい。なんかね、A 面からボールが飛んできたから、なんか救われた感ありますよね。ちょっと注意が分散してしまって。まあこれも、この男の、あれですね。何か持ってるものですね。さあ、ここで満塁になりましたよ。もしかしたら先ほど見たこれ、9点の可能性もありますよ。ここに棒が1個入ればね。もしかしたら9点入るのかもしれない、これ。奥川康信選手のそっくりさん。欧州康信選手。最近気づいたんですけど、桃田賢斗選手に似てるなと思いましたね。はい、だから梅田賢斗とかね、そういう芸名でやってくれたらいいなと思うんですけど。はい、ここもちょっと面白かったですよ。ここの、ボールが、ワイルドピッチャーで後ろそれた後に、結構攻めてきたんですよ。ちょっと見てくださいね。なかなか今日進まないけど、ちょっと面白いんで。いきますよ。ワイルドピッチ。はい、はい、それた。はい、追いかけてる間に、さあ、いけるいけるいける。いこう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 。あ、やばいやばい。なんかちょっと、女子っぽくなってなかったですか？今時ちょっとジェンダーのこと言ったら怒られるかもしれないけど、ちょっとなんか、おかまっぽくないですか？その動きが。ちょっと見てくださいね。はい、これそれとあと、いけるかないけるかな音足したいぐらい編集で。はい、いけるわよ。いけるかないけるはい。あ、ダメでしたーって帰ってきましたね。うん。面白い。ふらふらしてる。ベースにつまずきそうになってる。面白いですね。年齢が50、アラフィフですね。僕より年上で、芸歴も上なんですけども。僕で芸歴19年目ってなるんですかね。始めたのが19年前っていうだけであってですね。そんな、ずっとやってるわけじゃなくて、いろいろ空いてるんですよね。はい、帰ってきました。面白い。はい、僕がちょっとインタビューしてますけども。もう一回、この走り方見てください。いきますよ。はいはい、アウトなんだけど、はい、走ってきて、走ってきて、走ってきて、はい、ちょっとオカマっぽくなって、よいしょー面白いですね。芸人さんなんですけど、もともとはソニーの事務所にいたんですね。今で言うと、あれかな、ヤダンさんがいる事務所ですね。あとは、錦鯉さん。あとは、バイキングさんがいる事務所。小梅太夫さんとかね、平井健二とか、はい、冷やし中華始めましたの人とかね、がいる事務所なんですけども、はい、そこから移籍しまして、はい、マリナーズから、ね、マーリンズに移籍したみたいな感じで、移籍したんですね。なんだっけな。どこに移籍したんだっけ。トップカラーっていう、モノマネ事務所ですね。モノマネ芸人がたくさんいる事務所に引っ越しましたね。ちょっとなんかこのロゴ、あ、けど、あっても面白いか。なんかニュース速報みたいな感じで、ここね。まあいいでしょう。はい、ピッチング練習ですね。ちなみに、このキャッチャーやってくれてるのは、ガチの僕の大学の同級生ですね。はい、もちろん大学時代は知らなかったんですけども、こっちに来てから、実は大学、どこどこだった?ジャンティ知ってんの?とかね、共通の友達いたりね。はい、そういうもので、大学で、しかも野球部だったんですね。僕は野球部じゃなかったんですけど、大学で野球部やってたんですよ。で、最近彼がね、キャラが欲しいということで、甲斐拓也さんに似てるということで、このフォークス風のユニフォーム着てるんですけどね、名前を募集したところ、ですね、でかい拓也っていうのと、まあ、20個ぐらい名前の候補作ったんですけどね、3つに絞りまして、1番がでかい拓也、ね、2番が開拓屋、開拓する人ね、はい、フロンティアね、開拓するっていうね、開拓する家主、屋根で、開拓屋。で、3番目が、拓也会っていう、はい、拓也会って読むのか、拓也会っていう感じの、ひらがなで会は書いて、で、拓也が普通に、拓也ですね、開拓の拓になりって書いて、で、会がひらがなっていうね、はい、符号はつけません。びっくりマークなのか、クエスチョンマークなのかは、わかりません。ちょっと今、緩急つけられた感じですかね。ちょっと野球の話、野球の実況になってない。副音声風ですからね。実況やってるわけじゃないんですよ。映画の副音声って大体なんか思い出話とかしてるじゃないですか。そういう感じですので、あまり気にしないでください。実際にそんなに野球に関して詳しいわけじゃないので、野球解説できるほどではありません。ただね、動画撮るにあたって、このカメラアングルの説明とかね、はい、そういうのはしてたりするんですけども、これもね、先ほど彼、大和さんがですね、投げたことによって、フェンスにガチンって当たってしまって、カメラがずれたんですね。ずれたのをまた修正して今やってます。で、ずれた分、ちょっと端っこを切らなきゃいけないですね。斜めになったのをまっすぐに戻すから。だから本当は、こっちのベンチ側の人たち結構映るようなアングルだったんですけど、今、切れてるんですね。ギリ一塁が見えてるぐらいなんですけど、本当は一塁側ね、もうちょっと見えて、我々の表情が見ると面白いなと思ったんですけどね。まあ、フェンスに当たった時ね、すぐにチェックしに来なきゃいけないんですけど、僕、次に投げるから、もうブルペン投球してるんですよ、こっちでね。だから、フェンスにガチャーンって当たったとかいうのは、あんまり分かんなかったりするんですよね。はい。なので、試合終わってみて、あれ、カメラアングルめちゃめちゃずれてるとかね、そういうのよくありますね。で、今のところ、ファールチップとかがカメラ直撃したことはないんですけど、またこれはポテンヒット、ブルーパーですね、ブルーパー。はい、ファーストの頭を越えましたね。うまい具合に落としましたね。うん、技ありでした。はい。で、まあ、仮にこれ、拓也海さんにしましょうか。拓也海さん。なんかね、すごい積極的にいつも参加してくれてる。あと、キャッチャーのなり手がね、少ないんですよね。あんまりやりたがらないんですね。ちなみに、ファーストの畠宗熊宏選手、キャッチャーできます。で、大和選手、キャッチャーできます。で、本職、岸里徹選手、キャッチャーです。ピッチャーやってますけど、本当は、キャッチャーとして、助っ人でいつも参加してくれてました。で、ある時、3回目ぐらいかな。あれ、岸岸孝之選手似てないって、ライオンズの岸孝之選手似てないって言ってね、で、ライオンズのユニフォーム着せたら、ちょっとその気になってくれて、はい。で、モノマネし始めてくれたんですよね。そしたら、すぐに移籍が決まって、またユニフォーム買わなきゃってなっちゃったんですね。はい、岸孝之選手。常にね、キシリトール高之なんで、キシリトール持ち歩いてるんですよ。ガム噛みたいなと思ったら、ちょっとガムちょうだいって言ったらくれると思いますよ。で、あとこっちの右上の方にですね、ロッテビルがあるんですね。ロッテホテル。なので、錦糸町っていうのはロッテとちょっとゆかりがある土地ですね。さあ、OK。さあ、江本選手、今度は乱れなかったですね。この人、本当アスリートでね、1日2試合とか普通にはしごして、で、サードとショート、どっちもやりたいっていうタイプでしてね、本当にあちこち動きたがるんですよね。で、ピッチャーもできます。はい。ピッチャーが崩れたら彼が投げてくれますからね。彼がいると安心ですね。このユーティリティプレイヤーがいるっていうのは本当助かりますね。キャッチャーとできる人はいるかな、今日は。まあ、その、あたりか、うん、キャッチャーって本当怖いですよね。ボールがこうワンバン、小バンして、ファウルチップが当たったりとかするじゃないですか。顎に当たったり、股間に当たったり、お腹に当たったり。いやー、よくやってくれますよ。このね、重たい荷物、レガースつけたりとかね、胸当てつけて。これ持ち運び大変なんですよね。さあ、続きまして、遅れてきたルーキーかどうかわかんないけど。なんか審判と喋ってたな。さあ、どうでしょう。あ、なんかコメント。お何こぼしたちょっと。おげい。それは取っといてよ。あ、なんか審判ここで怒るんですよね。もっとちゃんと簡単に取れよつって。怒って怒ってる。ちゃんと簡単に取れよって。審判が指導するんですよ、これ。もうちゃんとアウトにして、とか。まあ、仲良しですからね、この2人ね。なんか、笑顔で会話してますけどね。なんか、やじっぽいこと言ってくるんですね、面白いね。あ、みゆきさん。あ、お久しぶりです。クリアファイルとかでも参加していただいたみゆきさんですよね。お久しぶりです。ロッテファンっていうか、あれですよね。あれです。愛子さんのファンの方ですよね。ありがとうございます。お久しぶりです。はい、たまに、ほんとたまにですけどね、こうやってライブ配信するんですよ。っていうのもね、この動画の編集が本当にもう大変だから、もうこの解説、ライブ配信で済ましちゃおうっていうね、そういう魂胆です。あれいや、違うんです。ごめんなさい。あれごめんなさい。あ、ごめんなさい。あれどのみゆきさんあれみゆきさん、俺知ってるみゆきさんじゃないのどのみゆきですかちょっと教えてください。ひらがなだからヒントがちょっと少なめですね。でもどんどん会話してくださいね。これせっかくのライブチャットがあるから、一人で喋るの結構辛いっす。1時間ぐらいだったら喋るけど、今日1時間20分用意してます。しかも、エンジェリック・ランセイさんの部分を何回かこう繰り返し見ましたから、それで時間ロスしてますね。さあ、面白い、正川口智隆選手ですよ。この人面白いんですよ、動きが。打っても面白いし、空振っても面白いし、さあ、彼の弱点は外角です。はい、外角構えられてる。やばい！おー、振らなかった。外角低めになると、ほぼ当てることはできません。多分届かないんですよね。おへその前でバットを振る癖があるから、バットが届かなくなっちゃうね。お、内角はいける。自打球です。痛い。このね、おへその前でこう振る感じ？こう振る感じでやるから、届かないんですよね。外角には。ダメか。いけるよ。振り逃げいけるよ。走らなかったか。面白いですね。審判がね、スイングってやってくれるけど、このままで固まってるんですよね。で、これをちゃんと見とけば、あ、今、振り逃げできるんだとかね、わかりますからね。はい。で、なんかこんなことやって、で、戦線離脱したら、またなんかアウトっていう、なんかこういうジェスチャーして、で、アウトになると。スイングのコールして、三振のコールはするけども、アウトにはなってないっていう変な状態になるんですね。はい、そういう時を見逃さずにやると、高校野球、東海大相模時代の菅野智之選手みたいに、振り逃げで点数入れることもできますからね。あれ素晴らしいですよね。ルール知ってる人はね、ああやってさーってね、あれいけんじゃねえと思って、わーって塁を走って点を取っちゃうんですよね。結構野球のルール、とっさに出てこなかったりするからね、あたふたするんですよね。このシチュエーションの場合どこ投げるんだっけってなるんですよ。あれと、それで僕が暴投したり、野球やり始めの時はですね、よく、セカンド守ってたんですけど、2つとか言われて、で、2つに投げたら、2つに誰もカバー入ってなくて、で、相手のランナーが言ってたんですね、意地悪でね。で、それで、暴投したりとかありましたよ。あ、ゆうきさん、いつも応援してます。思い出せなくても大丈夫です。お、何これ？またぜひ試合してください。以前、カンナリリーズで営業を拝見して、たまに Facebook の DM でメッセージさせていただいていました。ジャイアンツファンです。ありがとうございます。カンナリリーズね、ありがとうございます。で、ちょっと、またぜひ試合行く。みゆきさんからなんか、スーパーチャットってやつですか？ 1000 円いただきました。ありがとうございます。すごい。1000円っていうのは僕、史上初ですね。今まで最高額200円だったんですけど、1000は大台ですよ、これ。わー、ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいな。ありがとうございます。わー、これ綺麗ね。スクショしよう、スクショ。うわー、これめちゃめちゃ嬉しいですね。こんなことあるんですね。高評価。なんかハートでも送っとくか。お返しに、なんかハート、届きましたかね。笑顔も送っとく。ありがとうございます。いやー、神田のリリーズもなかなか行けてないですね。コロナ以降、いや、行ってないからもう4、5年行ってないと思うんですよね。いやー、懐かしいですね。その時何のユニフォーム着てました？僕は。多分、ジャイアンツ風のユニフォームだったと思うんですけども。あ、そうですか。ありがとうございます。で、DY さんね。いつもの DY さん、ありがとうございます。DY さんはメンバーさんですね。ありがとうございます。もう昇格して、ついにモノマネプロ野球マークまでたどり着いてますね。なんかちょっとずつね、バッジが変わっていくんですよね。で、6ヶ月以上ずっとメンバーでいてくれた方は、最終的にはモノマネプロ野球ロゴまで行くんですね。それまでは確か僕のなんかキャラクターロゴなんですけどね。それがビジターとか、昔のビジターとかね、ブルーのユニフォームだったり、クリーム色だったりとかいうのを経て、ここに行くわけですね。ありがとうございます。いや、結構、いろんな方が応援してくださって、ありがたいですね。で、またコメントが来た。嬉しい。安藤さん、お疲れ様です。あ、シュート。あ、安藤夏、シュートくん、お久しい。シュートくんも、キャッチャーやってくれたりもしますしね。ピッチングもやってくれますし、で、そうこうしているうちに僕ですね、僕がマウンドに立ちましたよ。この日ね、調子悪かったですね。まあ、いつも調子悪いんで、いつも通りって言った方がいいのかな。さあ、今、ランナーを背負いました。よいしょ。ワンバン。ダメだ。さあ、ちょっと今、ファーストランナーが飛び出そうとしてますね。はい。もちろん視界に入っておりますよ。さあ、僕がファーストランナーに対してどう行動するのか。さあ、無視しましたね。よいしょ。入らなかったか。どうだろう。ちょっともう、試合中どうだったか、あんま覚えてないんで。やった、牽制。そらした。ごめんなさい。ちょっと届かなかったっすね。届かないって相当やばいな。そうか、アウトだ。隠し球成功しましたね。反らした後の隠し球。これずるいっすね。ちょっともう一回見てもらっていいですか。反らしたんだから、いらんことすんなよって感じですね。牽制見てもらいましょう。はい、これ、あうんの呼吸でね、これランナーが優しくて、反らした時に走らなかったんですよね。にもかかわらず、容赦ない、隠し球をお見舞いするっていうね、卑劣ですけども、まあ、こうしないとイニングが終わらないっていうことでやらせていただいているので、そのあたりご理解いただければと思います。はい。じゃあ、いきますよ。牽制いきますよ。あ、もう一回か。はい。入らなかった。で、次。さあ、タイミングをずらすんですよね。はい、構えたと同時に次投げますよ。はい、タイミングずらすために。あ、違うな。ちょっとずれた。ああ、やばいやばい。後ろそれた。ああ、取りに行って。で、はい。ランナーが後ろ向けたでしょ。はい。目をそらしましたね。はい。ここがポイントなんですよね。はい。見てないということで、僕が取ったふりをしまして、タッチ。見てましたね。容赦ないっすね。容赦ないっすね。でも見事でしたね。はい。もうすかさず、ベースを離れた瞬間、あ、笑ってますね。笑ってますね。本当になんか恥ずかしいのはこっちなんですけどね。笑ってますね。あ、やった。今割と思い切って投げれましたね。ワンアウト取れたことで気が楽になったんでしょうね。気が楽になって僕が今、割といい高めの球になったんじゃないでしょうか。この日、2球だけいい球があったと思うんですね。さあ、外れたでしょこれ。はい。この時ね、僕、避けてって言ったはずなんですね。もしくは、ごめんなさいって言ったんですね。ただ、審判に怒られるんですよね。いちいち謝ってんじゃないわよって怒られるんですね。はい、スイング。笑ってますね。はい、だいぶ外にそれたやつを振ってくれましたね。ありがとうございます。申し訳ないですね。さあ、入れろよ。よっしゃ、入ったよっしゃよかった。フォアボールならずによかった。あ、落としたぞ。どうしたことだ？大和選手、今日どうしました？どうしました？ごめんなさい。これ、はい。審判が鼓舞してますね。もうなんかチーム一体となってますね。この人込みでチームですね。なんかね。大和選手が崩れると、この試合困りますね。はい、隠し球もう一回しようとしてましたね。はい、くださいって言った。で、返してもらったのにもかかわらず僕は取れてないってね、ちょっと動揺してますね。はい、遅延行為になりますからね、隠し球の連発はやめときましょう。まあ、やるにしても早くもう無理だと思ったらすぐに回収するね。はい。さあ、ちょっと高めですね。アジャストしていきましょう。高めが、ボールが浮き気味になってますから、アジャストですよ。結構プレートの端に立ってるでしょ、僕。お、この処理だ。はい、セカンドに。あ、ダメだ。挟んだ。やった。お、やった。うまい。翔介選手、うまいな。フェイントうまいな。おー、やるじゃないの。ちょっとここもう一回見ていいですか？はい、僕がダメなとこがありますね。僕はグローブで取りに行きましたね。はい、ピッチャーゴロをグローブで取りに行かず、もう素手で取る練習しないとダメですね。で、迷ったんですね。どこな、あ、はい、走っていって、セカンド、間に合わないか。はい、ファーストですね、この子はね。うん。簡単に、お、うまい。で、畠真選手うまいですね。ちゃんと小盤で2、3点々とするようなね、はい、直球でいかずに転がしてね、もう取りやすい球投げるっていうのは正しかったですね。で、翔介選手のこの投げるぞの振りうまいですね。やっぱ経験者ですね。見てくださいよ。ほら。はい、投げてないんですよ。ほら。で、こけたでしょ？ランナーが。これいいですね。これで勢い殺しましたよね。超うまかった。超うまいですね。ここは厚なりですね。厚なりちょっと後で編集で入れとこう。1分44。入れれないか。1時間44、厚成翔介選手。これ書いとこう。はい、また編集でここだけ使えばいいのか。はい、いや、よかったですね。翔介選手、厚成。あ、いい球。我ながらいい球。僕ね、いい球打たれたって言ったんですよ、この時ね。もう一回見てもらっていいですか。今日の珍しく、いい球がいった時。自分の時でこんだけ時間使ってね。すいませんね。で、この端っこに立ってるのはですね、すごい砂が掘れててですね、投げにくかったんですね。だから、それは端っこ目いっぱい立って投げてますよ。はい。ゆっくり。ああ、これは自分の中では今日一の球でしたね。アウトコースに割と早めの山なりじゃない球がね、行きましたね。はい、これはもう打たれて気持ちよかったですね。はい、こういうやつを見逃されると、いや、次ないっすよって思うんですよね。はい、これ一回様子見でね、ああいう球見られたらね、いや、もうないっすよ。ああいう内頃の球もうないっすよって思うんですね。だから、ああやって打ってもらった方が嬉しいですね。ランナー1、3塁。さあ、相手、監督ですね。おー、ごめんなさい。ちょっと変なとこ行きましたね。うん。さあ、監督に打ってもらいたいところ。はい、パイレーツのユニフォーム着てるから。おー、超えた。あー、これまたポテンヒット的な。うん、ギリギリ。セカンドの頭越えましたね。助っ人さんの。うまくすくい上げられましたね。はい。何言おうとしたんだっけ忘れたな。あ、はい。セットポジションがですね、パイレーツバージョンになってるんですね。はい。ジャイアンツ時代はここですね。はい。おへその前でやるんですけど、あ当ててしまったこれ調子よくなってきたところ、やばいやばいやばい乱闘始まったよやられた。今頃止めていってるけど。今頃止められてるけど。で、なぜか肘怪我してますね、僕ね。はい、すいませんでした。当ててしまいましたね。見事なストレート。はい、ウォーレン・クロマティのモノマネしてくれましたね。いやー、痛かったっす。よっしゃ、乱闘って言ってますね。はい。乱闘見たかったんですよ。もう一回見ますか。よっしゃ、乱闘ってね。まあ、名物と思ってくれたらいいですけどね。いや、これはね、毎回出しちゃうんですよね。だから、まあ、当てて痛い思いさせるだけじゃ面白くないから、まあ、ちょっとそれも、ちょっと余興っぽいの入れて、まあ、ごまかせればなと思ってやってるだけです。本当はこれやりたいわけじゃないんですよ。当ててしまったからには、まあなんかちょっと笑いに変えてみようかなぐらいなもんで。はい。これがね、うまくいけばいいんですけど、あれ乱闘の終わった後かな今。どうって言ったろう。次乱闘いけんのかな。さあ、デッドボール。これ思い切って投げたところ当てちゃうんでしょこれ。ああ、そうですね。あ違うか。あはい。審判がおまけの。ストライク宣言しましたね。なんと懐かしい。ありがとうございます。よいしょ。ああ、今打ってくれたね。ああ、ショートかっこいい。こう僕バカだから、ホームって言っちゃったんですね。ちょっとランと見ましょうか。あ、ここですね。はい、ランと見てもらいましょう。いやー、申し訳ないですね。で、まあ、デッドボールはボールとカウントしますからね。はい。あ、やばい！結構早めのやつが腰に当たった。ちょっと、ぶち切れて走っていってごめんなさい。いきますよ。よいしょ。ああ、痛い。ちょうど人の影になって、殴ったかのように見えますね。はい。いいですね。相手チームちゃんと出てくるんですね。こんな練習してなかったのに。今頃止めてるようになっていますけども。はい。まあ、どうやって、各々が動いていいか分かんないから、とグダグダ感はありますけども、でも全員が出てきたのは素晴らしいですね。うん。チーム一丸となってますね。NPB でランタンの時出なかったら罰金ですからね。今までもあんのかな。10万円罰金でしたっけ。だから絶対出ないといけないんですよね。で、MLB もそうですね。出ないといけないんだけど、出るにしても大谷選手は怪我されたら困るから、周りの遠いとこ行けよっていう打ち合わせして行ったりとかね。はい。そういうのがあるみたいですね。はい。じゃあ、戻りまして。さあ、打たれるとこちょっと見てみようかな。はい。打たれますよ。よいしょ。OK。はい。内野ゴロ。はい。ショート。ああ、いや、サードすごい。うん。いいですね。ワンバンで投げるのがいいですね。焦らずね。はい。取りやすかったと思います。はい。ありがとうございます。はい、ここが1点、1点取られただけで済みましたね。はい、結構派手な感じでやられてたように見えたんですけども、1点でよく抑えました。じゃあ、続いて進めていきますね。はい、ライブ配信、これの形いいですね。はい、岸里徹選手から。はい、見逃した。うん。このスタイルでこれから試合の振り返りをこれからやっていけばいいのかな。このね、動画の書き出しもすごい時間かかるんですよね。一応ね、すごい画質のいい、映像で書き出してはいるんですけど、それでもやっぱちょっとなんかザラザラしてますよね。このあたりどうにかしたいんですけどね。わかんない。うん。岸里徹選手。うん、ピッチャーゴロ。結構ピッチャーゴロ多いんですよね、この試合ね。なんか相手チームもらってましたよ。ずっとピッチャーゴロじゃんっていうね。さあ、僕が出てきましたよ。僕が年に数回ホームラン打ちますけど、この日はホームラン出るんでしょうか。パイレーツバージョン。小松さん、パイレーツの時バッターボックス立ったのかな。うん。わかんないけど、まあ、僕が知っている、僕なりの小松さんのルーティンを今やってます。はい。短いバージョン。よいしょ。あー、空振った。高めだったっすね。高め僕ダメなんですよ。高めがね、この首のあたりが無理です。で、このあたりになると今度打てるようになってくるんですね。あー、やばい。またピッチャーゴロ。続きました。ピッチャーゴロ。笑ってましたね。相手チーム笑ってましたね。あ、次が、イチロー選手のモノマネしてるエンジェリック・ランセ。はい。なんでいつもここでやってんですか？なんでこのネクストでやらないんですかって聞いたら、え、ここでやるのって言ってましたね。で、そうなんですよ。この丸っていうのは、ルーティンやるところ、バッティング練習やるところですよって言ってるんですけどね。今僕、もうすぐ指摘しますよ。もうすぐで。こっち移動してくれますよ。確か。あ、違うか。はい。すごいじっくり時間かけてやってますね。はいはい。内股気味でね。はい。似てますね。バットチェックしながら。ただこの帽子のかぶり方だけ不思議なんですよね。イチロー選手、この帽子のかぶり方いつしてたんだろう。うんうん。はい、ルーティン。うん、うまいうまい。うまいですね。ただ帽子だけはちょっと気になるな。マリナーズの帽子がなく、他の帽子でやってるから、ごまかすために逆に被ってんのかな。ちょっと謎ですね。ああ、見逃しましたね。見逃した後のルーティン。うん。なんかちょっと審判に物言いたげな感じの表情でしたけども。はい、またルーティン。はい、これ、打つのが仕事じゃないですね。このルーティンを見せるのが彼の仕事ですからね。はい、パフォーマンス、野球としてのパフォーマンスあまり期待しないでくださいね。はい。空振った。はい。空振った後のルーティンですね、これ。はい。堂々と帰っていくぐらいの、はい、ルーティン。堂々と帰っていくんですよね。三振したとしてもね。はい。そのあたりが伝わればいいなというふうに彼は思ってるはずです。さあ。もうバッチシ。もう見せつけましたよ。よいしょ。高め。あーっと、空振った。この手面白いな。はい。ユンケル見せました。それがやりたかったんですね。はい、そうなんですね。彼は三振して、アウトになってるにもかかわらず、アウトになってなくて、振り逃げができるにもかかわらず、ずっといたのかな。はい。まあ、面白い方ですよ。ありがとうございます。ね、芸人さんがこうやって来てくれるっていうのはね、吉口沙織選手とかね、吉田沙織選手のそっくりさんとかも来てくれたり、まあ、日郎選手も1回だけね、この錦糸公園来てくれたことあって、まあ、いろんな人、元プロ野球選手とかもね、来てくれたりもしますし、いろんな方がまあ遊びに来てくれる、そんな場ですね。やっぱ10年もやってると、割とそういう場がありますね。はい、さあ、僕のピッチング練習、どうだ？ああ、ダメだね、ダメだね。小判。1球ぐらいいいピッチングがあったはずなんだけどな。はい、パイレーツの時、ワインドアップしてないですね。ああ、ダメだ、ダメだ。これはダメだ。嫌な予感がしますよ。さあ、1球いいの決めろ。1球いいの決めろよ。よいしょ。あ、ダメだ。全部ダメだ。さあ、不安を抱えたまま4回投げますよ。はい、ここ、でもこれ見てください。0っぽくないですか ?0? もしくは 6?8?8 の可能性もあるね。さあ、何点取られたんでしょうか。もしくは0点に抑えたんでしょうか。さあ、このダメっぽいところからスタートですからね。さあ、相手選手も振ってあげようっていう気満々ですよ。さあ、第1球目、ストレート。お、高め。おっと、手がピクってなったけど、高かったですね。はい。割といい感じで投げれたとは思ったんですけども。さあ、アジャストしろよ。よっ。OK。OK。いいの打ってくれた。はい、ポテンヒット。あ、まあいいんじゃないですか。はい。打ってくれたのは良かったですね。割といいとこに今入ったと思います。自分の中でもね。はい、あれ打ってくれないともう他打ちごろないよっていうようなところですね。さあ、見てくれてる方、今4名ですね。他の方いない。他の方いないですね。さあ、2人目。よいしょ。あ、いいストレート入りましたよ。うまい具合にレフト前ですね。さあ、余裕で走ってますね。はい、流すように走ってますね、2人とも。はい。さあ、もう得点圏まで早くも2人来ちゃいましたね。さあ、それでも見てください。どうやらこの回、0点に抑えたようですね。さあ、どうやって僕が抑えるのか、見ていただきましょう。もう勝手に、未来が見えてる状態でやってるっていうね。なかなか珍しいでしょ、こういう試合。試合速報。速報なんだろう、なんていうんだろうね。ちょっと曇りの日ってあんまり映像的にはよろしくないですね。やっぱ晴れてる日のが映像的には面白いんだけどな。晴れてる日になりたい。でも晴れてたらこれ逆光になってね、またそれもちょっと暗かったり、影ができて、あと見にくかったりするんですよね。この色調整が結構難しいんですよね。さあ、ちょっと今、手元が、足元があんまり定まらない感じ。ダメだね。危ない危ない。ちょっと今、2回目当てたら面白くないね。無駄に時間食う、茶番をしないといけないっていうね。そういう状況になりますから。さあ、しっかり投げろよ。落ち着いて。ゆっくり、ゆっくり。そう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 。そういうこと。よっしゃ。取れ。よいしょ。見て。送球の方が早くねっていう。送球早かったでしょ。ね。僕のピッチングよりも、フィールディングの送球の方が早いっていうね。ちょっと今のリプレイもう一回見ましょうね。ピッチャー返しを、またね、グローブで取っちゃったんですよね。これを手で取って、スッと投げればよかったものを、はい、よいしょ、はい、はい、ここを、あ、無理か。はい。よっ。うん。ああ、なるほどね。はい、ここはアウトになったんだけど、セカンドが、どうだ？おーっと、これは微妙なとこですね。もしかしたらいけたかも。アウトだったかも。はい、リクエスト今、要求しました。リクエストですね。リクエストになると、そのプレーに関わった選手がそこでゆっくりと再現します。はい、再現している様子を審判が見て判定しますので、そのあたり見ていただきましょう。はい、これが我々、禁止公園ものまねプロ野球の名物となればいいんですけどね。はい、リクエストですよ。皆さん集まってきました。はい。はい、カメラ、僕がね、用意しまして、そこで撮ってます。はい、別動画で、このあたりはね、アップで見せさせていただいてます。はい、ここ撮って、はい、タッチ。審判で隠れてるけど、あ、セーフだー。はい、こんな感じでやってます。はい。はい、ここで僕はね、後でダメ出しするんですけど、ダメ出しっていうか、審判にちょっと要求するんですけど、もうちょっと溜めてから、はい、タッチしたの見て、溜めてから、セーフってやった方がいいですよっていうことを、はい、今言いに行きますよ、審判に。もうちょっと貯めた方が良かったと思います。リクエストの判定の前。今こうやって審判 OK って言ってましたけど、はい、その様子を、この試合見に来てくれた観客の方が後で面白いって言ってくれました。審判にダメ出しする桑田つって。それは面白いな、つって。うん。まあ、ダメ出しというか打ち合わせですよね。はい。まあ、そういうことが今後ね、またあれば、もうちょっと貯めて、審判がこうじっくり見て、ね、ミノモンタさんほどじゃなくていいから、こう、じっくりこう貯めてから、アウトとかね、うん。結構ファーストの審判とか、じっくり貯めてから、ってやったりするじゃないですか。はい。もうバーって走り抜けた時もすぐに、あってやる場合もあるけど、リプレイ検証の時はこう見て、こうゆっくり、これでもいいじゃないですか。はい、そういうちょっと演出、パフォーマンスがあってもいいかなとは思いますけどね。さあ、気を取り直して。ああ、ダメでしたね。ドロップの回転はかかってるんですけども、方向がダメでしたね。ちょっと体が縮こまってますね。ビビってますね。自分でわかりますね。自分でビビってますね。よいしょ。あ、いけたよ。あー、足りなかった。足りなかったよ。届かなかったっすね。あー、これ。届かなかったっすね。ちょっともうちょっと思い切って大きく腕振ってやれよって。はい。うん、そう。あー、そう。はい、選手も、これ振ってあげなきゃ、これ多分ストライク入らんぞということで今、迎えに来ましたね。だいぶ崩れてますね。大谷選手がホームラン競争をやった後にバッティングフォームを崩れたみたいな感じで、僕のピッチングに合わせてバット振ってると、バッティングフォーム崩れました。ストライク、あ、翔介選手こけてるよ、これ。見事だな。翔介選手、そんな演技してたな。ちょっと、マジかよって。笑ってたな。球審もこれ取らなきゃ終わんないと思ったんですよね。これ取りましたね。見てくださいよ。いきますよ。この、はい、真ん中、ああ、はい。はい、ストライク、はい、こけたー。これ、ちゃんちゃんですよ。はいはい。膝落としてますよ、サードも。サードランナーも。すいませんね。ちょっときついね。せめてある程度言っとかないとね、次何来てもストライクって言うから振ってね、みたいな。ちょっと審判が支えておかないと。普通に避けちゃったらね、避けてこのストライクのコールされたら、最近の大谷翔平選手と名物審判が対決したみたいなね、明らかなボール球なのにストライクコールされてアウトになった大谷選手いましたよね。そういうのもありますか。ああ、迎えに行ってくれましたね。迎えに行ってくれましたね。笑ってますね。笑うしかないですね。さあ、皆さんの協力のもと今成り立っておりますよ。申し訳ないね。一応ね、3日前に練習したんですけどね、この練習、ピッチング練習してたね、動画、別チャンネルでアップロードさせていただいたんですけども、なんとか抑えましたね。ありがとうございます。翔介選手に助けられました。あとリアクションも助けられました。一応この3日前に、家の近所の広場で、フェンスに向かってピッチングしてたんですよ。その時ね、割と調子よくて9位もあったんですね。これまたリンク出しておきますね。1分、2時間50分 ?2 時間51分のとこか。2時間2分か。2時間2分とかね。はい、出しておきます。はい、ぜひ見てもらいたいんですけど、今別チャンネルで出してたピッチング、ブルペンピッチングっていうね、動画あるんですけど、それがね、珍しく800再生されてますね。いつも僕のピッチングなんか、50再生ぐらいしかされないのに、割とやっぱ、まっすぐが走っている動画が撮れたなと思ったんですよね。で、それが、多分85キロぐらいなんでしょうけど、それでもなんか、見応えがあると思った動画は伸びるんだろうなと思ってね。はい。ありがたいなと思ってます。はい。よければ、このチャンネルじゃなくて、僕のね、桑田真澄っていうチャンネルがあるんですね。桑田真澄の解説させていただきますっていうね、別チャンネルがありまして、それ検索してもらうと、今、最新の動画でアップロードされてます。はい、僕のピッチング動画。っていうか、今見せればいいのか。ちょっと今止めますね。そうだ、これ見せればいいんだ。これパソコン画面だもんね。桑田真澄で調べてください。桑田真澄。おう。桑田真澄って調べて、痛風って出た。これ。今802再生。これちょっと見てもらっていいですか？はい、いきますよ。よいしょ。どうでしょう、今。どうでしょう。はい。フェンスに対しては強気で投げてますね。これがマウンド立つとダメなんですね。もう、ためができてますね、ためが。はい、これちょっと山本由伸選手を意識して投げてますね。はい、立った時にこう、重心が母子球に乗るような感じで。はい。よいしょ。うん。よいしょ、うん、セットですね。はい。よいしょ、うん。背中の肩の後ろに目があるような感じで投げてますね。うん。よいしょ。ほら、まっすぐ行きましたね。はい、アウトロー。よいしょ、アウトロー。はい、真ん中高め。はい、そんな感じ。はい。あっという間でしたね。はい、すいませんでした。はい。はい、じゃあ、4回の裏行きましょう。なんか思いついた時に別動画見せれるっていいね。このでも減った視聴者減った2人に減ったあんま興味なかったのか。そうか、すみませんでした。興味なかったか。それか今10時過ぎたら面白いテレビが始まったのかな。はい、今誰が見てくれてるんだ。この2人っていうのは辛抱強い人ですね、きっとね。ありがとうございます。はい、もう大詰めですね。4回裏。真ん中折り返したあたりかな。うん、相手ピッチャーがすごく良かったのでね、なかなか攻撃しづらい状況ではあるんですけども、田中将介選手、アスリートですから、彼が突破口を開いてくれると思いますよ。なんせこの回は1点返しましたからね。はい、まずやっぱスイッチしますね。1球目だけ、はい、なぜか左に立ってから。今度サイドで投げてる感じ？監督か。監督が投げてんのか。なんか叫んでんな。球審叫んでますね。このフェンス、ネットの上に乗っちゃうんですよね。ファールボールがね。禁止行為にちょっと無駄なネットが設置されてしまいまして。結構ヒットの球とかをね、妨害してくれるんですよね。でも、ファールボールはどんどん全然関係なく出ていきますね。ファールボールの軌道上にはネットがないっていうね、残念なことになってますね。はい、これも含めても禁止行為と思うしかないですね。特にこのキャッチャーがファースト送球するときとか、サードが、ホームに返すときとかね、よく引っかかるんですよね。こう垂れてるやつがあるんですよね。垂れてるネットがね。それがすごい邪魔。あ、これですね。ここに垂れてるのが見えますよね。あと、ここね。ここ垂れてるんですよ。ネットが。あ、中村典弘選手のそっくりさん。お、ちょっとショートが乱れた。ちょっと今ちょっと流して走らなかったらセーフだったんじゃないの？ちょっとタイマンプレーですね、今のは。今ちょっともうダッシュしてほしかったな。ちょっと崩れてたんだから、そういうことあるんだから、ちょっと。彼、冬山にこもってずっとインストラクターやって、スキーのインストラクターやってるんですけど、スキーだったら多分余裕で間に合ってるぐらいの。あ、当たったぞ。デッドボールだ。これはめっちゃ謝ってんな。あれ乱闘来ない。あれ乱闘来ないぞ。あれって思ってますね。あれで、後で気づいたんですけど、これなんで行かなかったのって聞いたら、え、当たったのって言ってましたね。はい。僕もちょっと分からなかったんですけど、明らかにこれ当たったと思うんですけどね。どうでしょう見てください。いきますよ。全く反応しないんでね。あれいきますよ。全く反応しないんですよね。よいしょ。反応しないですね。あれ来ないあれってなってね。まあ、おそらく、まあ、後半ですから、もう、この茶番で時間食うよりも早く打ちたいっていう気持ちがあったんでしょうね。なので気づかなかったんじゃないですかね。もうデッドボール当てられすぎて、もうちょっとやそっとのデッドボールじゃ、反応しなくなっちゃってますね。よくメジャーリーガーがね、お、落ちましたけど、あ、ショートがいい感じで取ってますね。はい、ダメでした。メジャーリーグって点差がすごくついたときに、ピッチャーを温存するために野手に投げさせますよね。で、野手が投げた球、ヒョロヒョロの球が、デッドボールの軌道になるんですね。だからよくメジャーリーガーは素手で取ってますよね、それね。あと、昔のオリックスの星野選手が投げた球、120キロの球を、キャッチャーがパシッと、キャッチャーがミット使わずに取ったんですね。で、返球して怒ってたとかいうシーンありましたね。120キロの球って素手で取れるんですね。僕らからしたらめちゃめちゃ速くて痛いんですけど、120キロの球いけるんですね。さあ、欧州康信選手がマウンドですよ。さあ、行きましょう。ちょっと風出てきましたかね。で、これマウンドがすごく投げにくかったんですよ。こうよく真ん中で投げてるのが、足取られるのが多分分かると思います。投げますよ。足取られますよ。あ、大丈夫だ。お、サード。ナイス。ナイス。そうそう。これが最初から出てれば、いいじゃないの。立ち上がりいいじゃないの。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。謙虚ですね。もう、はい、マウンド鳴らしてますね。これ、ズボってね、足取られたりするんですよね。特に、軸足じゃない方ね。前に出す方の足、取られてね。砂変えたんですよ。錦糸公園。土じゃなくて砂にしたんですよ。そしたらもう、足、めっちゃ取られる。ちょっと粘土質のやつが入ってた時は、それはそれで、やりづらかったんですよ。雨の日とかはスパイクの間に土が溜まってね、結構大変な感じになるんですけども、で砂は砂でね、スパイクにはつかないんだけど、足ズボってね、入っちゃうんですよね。よいしょ。あー、ワンバンいった。さあ、ワンバンになりだすとちょっと黄色信号。ちょっと力みで、この指に力入ってるんでしょうね。リリースのところがうまくつかめてない状態ですね。はい。よいしょ。ああ、今度は、はい、低めを意識するがあまり、今度高めに行ってしまうというね、はい、上下にばらついてしまうという、そのパターンになりましたね。これも僕もよくあるんですけども、欧州選手は特にワンバンが多いですね。ワンバン、力みでワンバンになることが多い。で、そこから派生して浮くためになるんですね。あ、いいね。僕はこの球好きですね。はい、みゆきさん。モスニー解説チャンネル登録しました。後で動画見させていただきます。ありがとうございます。はい、最近、マスニーチャンネルあんまりね、大したことやってないですけど、桑田さんの喋り物までやったり、あとは何だかな。まあ、ピッチングやったりぐらいしかやってないですけども、まあ、見てください。それでもね、6700人登録してくれててね、なかなか、数はなかなかですね。でも、その6700人っていうのは、いろんなところ、一つのなんていうかな、僕を総合的に好きな人じゃなくて、僕のこの解説が好きで見てる人とかね、すごい偏った人がいるので、その方々に僕の動画が、インプレッションね、この表示されたとしても、みんなクリックしてくれるわけじゃないので、結構、もうなんか壊れたチャンネルになってますね。はい、やっぱね、知り合いの方にまず、YouTube がおすすめで見せてくれるわけですね。で、それでクリックされないと、ダメな動画っていう評価になっちゃうんですね。はい、だから僕のメインチャンネルで動画アップしても最近伸びないですね。でも最近、この、禁止公園モノマネプロ野球チャンネルは伸びていってる傾向にありますね。特に最近は落合博満さんのバッティングフォームをやっている、村田兆仁選手、はい、の動画がすごい今伸びてまして、35,000再生いってますね。すごいですよ。35,000いくっていうのはね、なかなかないですね。このチャンネルで快挙なぐらいですね。すごいですね。やっぱ野球って一つのものがこうはまればそれだけ伸びるんだなっていうのは分かりましたね。うん。やっぱ落合博満さんっていうワードがいいんですね。ワード。あと、神主打法とかね。そういうワードで引っかかって、で、皆さんがクリックしてくれる。どんなもんだろうと。はい。落合博満さんのモノマネする人いるけど、どこまで再現できてんのかと。で、見てくれるんでしょうね。うん。でこのチャンネルね、フル解説とか、フル動画、フルの試合動画とかも、こう、後でアナリティクス見るんですけども、畠真熊宏選手がホームラン打ったシーンとかね、そこだけぴょこっとね、視聴率がぐっと上がるんですよね。8% ぐらいに上がるんですよ。大体 3% とか 2% で、底辺のずーっといくんですよ。最初は、まあ 100% からスタートして、で、2分ぐらいで 3% まで落ちるんですよ。で、そこからずーっと2時間、そういうのが続くんですけど、ある時、お境にポコッと上がってるのがあって、もう死ぬ寸前の人のこの心電図みたいな感じで、こう、ぴょこってなるんですよね。で、そこが、なんだろうって調べたら、畠真熊宏選手がホームラン打ってるシーンだったりするんですよね。あと乱闘とか。はい。やっぱそういういいパフォーマンスをした時っていうのは、やっぱり視聴者の方は見てくれてるんだなっていうのが分かりましたね。あ、笑ってますね、バッター。あ、これ先発ピッチャーですね。17番。今17番っていうのがみんなが欲しい番号じゃないんでしょうかね。11番だったりね、18番っていうのがね、やっぱり90年代、2000年代とかね、そういうのが、18番っていうのがやっぱりブランドでしたけど、今17番かもしれないですね。はい、よく取りました、キャッチャー。ありがとうございます。さあ、苦しんでますね。さあ、マウンド。そうそう、マウンドなんだよ。マウンドのせいにしちゃいけないんだけど、やっぱりマウンドがいつも通りじゃないと、やっぱなんかね、違う感じがするんですね。気になってしまうね。それがあるんですよね。でもこれアジャストしないと、ああ、危ない危ない。避けた。なんでいかないんだろうね。自分に対して腹が立ってきますよね。おかしいなーってなりますよね。はい。僕が入ってきて、はい。2連続フォアボールが出た。もう交代っていうことにしてます。はい。これ僕に対してもそうです。はい。2連続フォアボール出たら、もうそれは、その日はもう無理だと。回復不能だということがもう分かります。今までもそうです。はい。2連続フォアボール出たときはもう立て直すことはできません。ひどいとき僕5連続フォアボール出したことありますから、これはもう見てる方苦痛でしかないと思いますね。だから、5連続フォアボールでしょ。だから、5×4 で、20球、最低20球はずっと見てくれてるわけですね。ピッチング、痛いピッチングをずっと見てもらってるだけっていうね。で、最後の方、4連続フォアボール出したところから、もうランナー動かないですからね。はい、もう一周したことにして1点入れようとかって誰かが絶対言い出すんですよね。はい、で、ランナー動かないって、はい。で、自動的に1点、2点が入るんですよね。あの光景はもうトラウマですね。あれはもう見たくないですね。それを、その状態がね、僕はすごい続いてたんですけど、それを脱却するために自分を追い込んだんですね。2連続フォアボールでもう僕は出ませんよと。あ、で、もう降りますよと。宣言してから、出る。試合に出たんですね。で、相手チームにも伝えてから出ました。で、そうして、3ヶ月間ぐらいね、苦しんでですね、結局2連続フォアボールでマウンド降りたの2回ぐらいしかなかったですね。自分を追い込むことによって、なんかちょっと持ち直したっていうかね。で、困った時はカーブ投げとけば、割とコースは整うということが分かったんで、はい、もう球威は捨てて、もう緩いカーブ投げて、とりあえずストライクゾーンに入れるっていうね。はい、そんな感じで投げました。大和選手もね、割とカーブ投げるんですよね。緩いカーブ。大きなカーブね。そうするとストライク入るって言ってますね、彼も。うん、入りましたね。はい、今3名の方見てくれてますね。これハマればね、10人の方が見てくれたりするんですけどね。やっぱコツコツとライブ配信をやらなきゃいけないんでしょうね。過去動画また掘り出して解説しましょうか。もしこれがね、例えば300再生とか行くんだったらやりましょう。ね。はい。で、300再生も行かないのであれば、普通のもうノーカットの動画ね。ノーカットもなんかこの編集全くない動画もアップしてるんで、そういう動画で200再生行ってますから、それと同じレベルだったらもう、はい、もう編集しません。編集よりもいち早く出すことが大事。結構皆さん記憶あるうちに試合振り返りたいと思いますからね。そういう資料用にもこれ使うでいいと思うんですよね。で、ちょっと面白いシーンだけをこうかいつまんで、で、皆さんにお届けしたらいいんじゃないかなとは思ったりしますけどね。うん。ダイジェスト版は割と、再生数伸びたりしますね。今700再生ぐらいいくのかな、ダイジェスト版ね。もう打ったところだけ集めてね。だから、6×3、36、36シーンだけ集めた感じですね。6回の間に、3、もっとか。打つ人はもっと打つかな。だから40か50とかのいいシーン、打ったシーンね。ゴロでもいいから、あと三振でもいいね。とりあえず、なんかゲームが動いた試合。うん。ゲームが動いたじゃないな。走ったか、打ったか、空振ったか。はい。そういうのシーンだけね。バットを離しましたね、今ね。はい。こういうシーンは採用したいですね。はい。こういうのを集めて、ダイジェスト作って、20分ぐらいにまとめれば面白いなとは思うんですけどね。それ作るのもすごい時間かかるんでね。悩みますね。そう考えると、このライブで1時間20分とか喋るだけで済むなら、それでやっていきたいなと。で、このライブのいいところは、自分の顔がね、右下に表示されるっていうところですね。割と綺麗に今、ライトも使ってやってますから、映ってますよね。夜にもかかわらずね。うん。で、チャットで絡んでくれる人もいますしね。はい。で、はい、無事救援終了しましたね。大和選手、ありがとうございました。さあ、マウンド降りた欧州康信選手から攻撃が始まります。はい、この間3点取られてますけども、3点でよく抑えましたね。よかったです。さあ、欧州康信選手、はい、打った。僕が今カメラチェックしてますね。ちょっと見えてなかったね。ごめんなさい。僕が隠した。審判がなんか、はい、アウトのコールしましたね。すいません。ちょっとごめんなさいね。僕が空気読めてなかったですね。ちょっとカメラのアングルチェックがね、やっぱりしとかないと不安になるんですね。ちゃんと撮れてなかった時のショックは計り知れないですからね。たまーにあるんですよね。録画のボタンを押してなかったとかね。がっくしですよね。昔は動画撮ってなかったんですよね、そもそもね。うん、でなるべくこの試合に見に来てもらうというのをね重視してやってたんですけども、コロナでライブのやり方も変わりましたね。昔は垂れ幕とかもやってで、街行く人に今見てもらいたいっていうのがあったんだけど、今はそうじゃなくて試合中はもう 見に来なくても大丈夫です。あ、今空振りましたね。今だいぶ高めの球手出しましたね。面白い人ですね。で一丁前に悔しい顔してましたけどその球手出したら空振るでしょっていうとこなんだけど、面白いな。で、何の話？あ、そう、垂れ幕とかやって、まあ、道行く人を呼んでたんですけど、今は動画を見てもらいたい。その方が遠くの人も見てくれるしね。で、記録にも残りますし、はい、動画に今力入れてるがために、今、あんまり告知もしてないですね。うん。花見のシーズンの時とかもね、観客席も閉めるらしいんですよね。っていうのが、酔っ払った人が入ってきて、ずっとヤジ飛ばしてるっていう状況があって、なんか問題になったらしいんですよね。だから、やっぱね、ちょっと、墨田区っていうのは、まあいい、良くも悪くも下町ですから、ちょっと、ベランメイみたいな人たちがいるからね、その人たちが、野球好きがあまりね、来てしまった時に、ちょっと問題があるしね。はい、そういうのもねあったら面白くないので、まあ、無理して集客しようと思いません。特にねこれ興行じゃないですから、はい、お客さん入ったところで収益になるとかじゃない。おお早っ早っ、これいいですね。これピッチング見ておきましょうね。はい、チーム最速108キロ。おおどすこい投法。ボールに体重が乗ってるとスパーンとね、いきますね。重たそうな球が上から、上からこの、尾を引くような球ですね。なんで同じ質量なのに重く感じるんですかね。あの球多分重たいですよね、打つとね。僕の球だとふわってしてるし、この重たい球いいですね。よいしょ。ああ、ちょっと高めになりましたね。やっぱ今、それた球、浮いた球っていう投げた後はバランス崩れてましたね。やっぱりもう体重移動なんでしょうね。やっぱ足、取られてますね。畠山熊宏選手もやっぱり足はちょっと苦しんだんじゃないでしょうかね。さあさあ、6回の表。はい。ここで3点取られるということですかね。はい。3点取られるとこ見ておきましょう。あと、もう大体6分の5が終わったのかな。はい。それ、まあ見ていただいて終わりたいと思いますけども。さあ、長い間ね、お付き合いありがとうございます。3名の方ずっと見てくれてるのかな。それとも入れ替わり立ち替わりなのかな。いや、この試合をね、ずっと最初からもし見てたとしたら、すごいありがとうございます。特に誰の顔が似てるとか分かんないじゃないですか。体格でしか判断できないじゃないですか。顔が見れるのは最初の選手紹介の時だけですからね。あと僕がちょっと見えてるだけですね。ずっとね。ちっちゃく見えてるだけ。モノマネプロ野球ってのは結局映像で見せるときは動きモノマネしないとダメですね。うんだから落合博満さんとかいいと思うんですよね。分かりやすいモノマネだしね。癖のある人だから。それを見て、ああ、いいキャッチャー。キャッチャーよく取りました。はい。そしてフォアボールで打ってしまいました。フォアボールが出ると本当にテンション下がりますね。誰も得しないからね。あ、すいません。ちょっとずっと喋り続けてるのでお茶飲ませていただきます。あ、保守うまいですね。ありがとうございます。コメント。ラテ。ニタさん。ラテニタさん、ありがとうございます。そう言ってもらえると、本当に多分喜びますよ。保守うまいですね、だって。はい、ちょっと、でかい拓也さん。でかい拓也ね。あとは何だ。開拓屋さん。拓也海さん。まあ、どれになるか分かんないですけども。コメントいただきました。ありがとうございます。これは喜ぶと思うよ。これちょっと見せましょうね。星うまいですねっていうチャット。2時間30分のところでいただきました。うわー、早っ。早っ。あれを取ろうと思ったら大変だわ。すいません、ちょっとお茶いただきます。明日、娘の運動会なんでね、これ終わったらすぐ寝ようかな。うん、お、バシッて高めの球。あ、2連続フォアボールだ、これ。はい、ここで僕はちょっと聞きに行ってもらいます。2連続フォアボールだけど、これ大丈夫っつって。はい。彼に対しては2連続フォアボールで降りるという約束はないので、まあ、どうするかは彼の意思に任せております。でもまた投げたいんですね。この足がズブズブ入っていくマウンドで、どこまでやっていけるか。はい、これを、はい。やっていただく。はい、これを、まあ、どうにかアジャストしていただくということですね。うん。さあ、頑張ってよ。セットから。うん。よいしょ。あ、どすこい。お、すごい。フェンスが今歪んだと思ったけど、戻りましたね。アングルが戻りましたよ。そんなことあるんですね。さすが GoPro。アジャストしました。なかなか球は走ってるんだけど、コースにまとまらない。さあ、苦しいよ。ピッチャーって孤独ですよね。誰も助けてくれません。自分自身でアジャストしていくしかない。さあ、よいしょ。ああ、いい高めだけど、これ、僕だったら振ってるな。これも当てなきゃどうしようもないでしょ。はい、ダイソー送る？あ、違う、フォアボール。フォアボールじゃなかったんですよ、これ。スリーボールなんですよ。スリーボールだから今、塁を離れたランナーをタッチすればアウトだったんですけど、はい、そこまでしてアウトは取らなかったですね。はい、厳密には今はね、タッチアウトできたんですけども。はい、でも高い球振ってくれましたね。はい、まあ、これでおあいこってとこにしときましょう。うん、はい、フルカウントですよ。入れてくださいよ。入れろよ。どうすこい。ああ、高かったー。高かったな。はい、ランナー歩きます。はい、そして、はい、降ります。自ら降ります。はい、無理だった。はい、ここでまた、キシリトール高之選手が、先発のキシリトール高之選手が帰ってきました。さあ、ピッチング練習するのか？もうしないでいいでしょう。はい。もう肩温まってます。さあ、彼はずっとアドレナリンが出てるんですかね。もうすぐ準備できてますね。ギアが上がっていってましたね。さあ、俺が試合を立て直すんだ。そんな気で。おー、いいね。クイック早いね。普通があんだけ早いんですね。クイックじゃないですね、多分ね。うん、しかも、岸選手のピッチングフォームに寄せてるんですよ、これ。本来の自分のフォームじゃないんですよ。さあ、ランナーちょっと、今までのピッチャーと、ちょっと、コントロールの差がありすぎて、逆にやりづらいのかな。さあ、やっとナイス。翔介選手、今日かっこいいね。翔介選手、このボールさばき、もう一回見ようか。かっこいいじゃないの？はい、前に走っていって、走りながらプッてトスする感じ？さあ、いきますよ。はい、ショートの前。はい、この、はい、歩数合わせて。よいしょ。OK！はい、審判も嬉しそうに、Out! He's out! って言ってますね。He's out! あ、喜んでますね。翔介選手、厚なり。2時間35分。厚なり。はい、編集する場所を今メモしております。はい、これ後でね、やっていくと。編集で、ああ、ポテンヒット、ブルーパー出ました。はい、嬉しそうにランナー帰ってきた。はい、2人目。はい、3人目帰ってくる。やばい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 。挟め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 。よいしょ。どうだ？セーフー！これほんとセーフ？もう一回見よっか。どうなのこれ。これほんとセーフ？よいしょ。うん。サブルーパー、ポテン。はい、1人目帰ってきて、この2人目チェックしておきましょう。2人目。あ、こぼした。あ、これ、強行だな。よいしょ。これちょっとわからんな。これちょっと停止をしてみよう。どうこれわからんぞ。これよく走ったな、ランナーも。さあ、どうこれ。はい、ここ踏んでる。まだタッチしてないようにも見えますね。で、触れてるようにも見えますね。これどうなんだ ?2 時間35分。2時間35分とか。これちょっと皆さんで検証してください。タッチアウト。なってんだか、これ。これすごいね。よく見たな。これ、絶妙じゃん。これ、サムネイルにしてもいいぐらいだね、これね。この判定はっていうね、感じで。さあ、別タイミングで、これ、押せるかな？よっ！わからん。タッチしてるようにも見えるし、追いタッチだから。うん。これはもう審判がもうどっちに言ってもいいですね。これアウトって言って進行を早めてくれてもよかったけど、この時審判の気分としてはまだ続けるよってとこですね。セーフー。余韻。セーフって言った後になんでプレートずっと睨んでたんだろう。それ聞きたいな。あ、隠し玉したの？このビッグプレイの後の隠し球はね、効きますね。みんなそっちに注目してるからね。面白いなぁ。よく考えるやな、そんなことね。ちょっと待って、隠し球ちょっともう一回見よう。どこここね。はい、ボールを。よいしょ。あ、隠し玉じゃないわ。はい、オーバーラン。隠し玉じゃない。オーバーランしただけか。オーバーランしたとこタッチしましたね。オーマイガーってかっこいい。オーマイガーってやってましたね。面白。まあ、相手チームも、早く終わらせてくれるために協力してくれたんでしょうね。前進守備からのナイス送球。ありがとうございます。よく見てくれてますね。ラテニタさん。すごい。2人がずっと見てくれてますね。今1時間33分喋っております。今日はすごい気合い入れて動画撮っておりますけども。明日楽しみがあるからね、今日どうにかね、このビッグな動画を終わらしとくっていうのは気分的に楽になりますからね。これずっとこのね、動画のデータをね、パソコンに置いとくっていうのがね、すっごい大変なんですよ。いろいろ動画撮るから、どんどん溜まっていくんでね、早く成仏させて、で、動画消去してですね、早くいろんなのも撮っていきたいんですよね。編集していきたい。まあ、今回は厚なりのシーンがあるから、この辺りをまた編集して、後日アップロードしますね。そう考えると、やっぱ2週間に一度の試合でいいと思います。毎週やってるとね、これ編集追いつかないんでね。編集する人雇いたいけど無理なんでね。我々の財力では無理なんで、自分でやるしかないです。はい、これ多分外注したらね、3万から5万かかると思うんでね。それをまあ、浮いたと思ってね、やるしかないですね。さあ、どうだ？はい、ありがとうございます。助っ人さん、頼りになりますね。さあ、ここでもうお時間がそろそろですね、6回表3点を取られて、もう逆転は無理でしょうけど、はい、裏、どうしても僕はね、やりたい理由があるんです。なんでかというと、はい、あの男が次のバッターボックスに立つからですね。はい、これ見ていただきましょう。さあ、ルーティンからいきますよ。さあ、僕は今、いろんな人にインタビューをしていますけども、さあ、ここから、イチロー選手が登場です。もっとこっちの方がね、映ってればよかったんですけどね。まあ、うまいぐらいに出てきてくれましたね。で、ここで僕が言うのか。はい。なんでここでやらないのって。それがあだとなって、こっちで、見えにくいとこで、ルーティンやることになりますね。なんか、急進と喋ってますね。はいはい、やりますね。はい。内股になって、はい、バットをこうやって、こうやってね、置くんですよね。で、肩入れて、で、これ気づきましたね。あ、ここでやるんですかつって。はい、そのためのネクストバッターズサークルなんで。はい、英語ではちなみに、オンデックサークルって言います。オンデック。デッキね。はい、デッキ。まあ、軍艦とか、船の甲板のことですね。デッキね。デッキの上に立つ。そんな状態ですね。まあ、戦闘前って感じですね。デッキの上に立って、飛行機とかやってきたときに、こう、撃ち落とすための準備をするっていうね、そういうオンデックサークルですね。はい。日本語の方が、まあ、わかりやすいとはわかりやすいんですけどね、ネクストバッターズサークルね、次のバッターのサークルなんだけど、実際はオンデックサークルって言うんですね。さあ、ルーティン守った、イチロー選手、よいしょ！ああ、ストライク取られた。あ、ユンケル。またユンケル出すよ。はい。なんで2回目やるんだろうね。時間ないのに時間食ってる。さあ、僕はちょっとリクエストしますよ。この後。はい、イチロー選手のあのシーンを再現してくださいということでお願いしました。で、ピッチャーがね、うまい具合に投げるんですよね。さあ、内角に、よいしょ。おお。内角高め、これ打ちに行きましたね。さあ、僕のリクエストが次か。次に僕がやってほしいシーンの再現があります。ご覧ください。これが何分のところだ ?2 時間40分のところ。今、避けたのに。あれ避けたのになんで今ストライクなんだよ。はい。ここだろ、コースは。はい、抗議してアウトだった。ヒザアウト。はい。はい、抗議して退場させられるイチローの再現でした。本当ね、あのシーンの、やっぱあのコース見ると、本当にその通りですね。バットでなぞった通りのところにボール来てましたから、あれは審判誤審だと思うんですよね。空振った。空振った後のバットくるりんぱ、かっこよかったな、今。面白いですね。やっぱユニフォーム綺麗ですね。草野球で使ってないから、真っ白ですね。綺麗ですね。さあ、打てよ。よいしょ！やった！打ち上げた！打ちました。そして、はい。ショートフライ。あれ？アウトですよ。アウトなったのに走ってる、走ってる。なんだこれ。ベースラン状態だ。なんか、コミカルに走ってんな、ずっと。これ疲れる。125メートルかこれ。疲れますね。これ、ダッシュすると。はい、もう時間がないので、はい、彼の打席で終わりということですね。はい、よく頑張ってくれました。ありがとうございました。ということですね。はい、ということで、今回の試合が8対1で終了です。ということですね。はい、よく最後まで見ていただきました。ありがとうございました。はい、我々はこの10分前にね、終了しまして、整備をやっております。はい、今回ね、墨田区のスポーツ振興課さんが掲示してくれました。予約時間より前に入場することはできません。錦糸公園野球場の場外でお待ちくださいと。で、利用者全員が心地よく利用できる環境づくりにご協力お願いしますということですね。はい。ということでね、他のグラウンドだとね、予約時間よりも早く入ってこれたりするようなんですけども、禁止行為に関してはそういったマナーとかね、慣習というものはありませんので、はい、ルールがあります。ルールは予約時間まで入っちゃダメ。で、使用している人は予約時間以内に、整備を終わらせて出るということですね。ちなみに今回は5分前に整備を終わらせて、完全撤収することができました。はい。まあ、そういうことでね、我々も気持ちよく試合ができるように努力しておりますので、まあ、他の、ね、方も、他の区外のルールは区外のルールであると思うんですけど、禁止行為に関しては、予約時間よりも早く入ってくるということはできません。まあ、なんでそういうことをやってるかというと、僕の解釈ですけども、早く入ってきてしまうと、我々が荷物の撤収が終わってない、そんな状態で入ってこられると、荷物がね、ごっちゃごちゃになってしまったり、ボールが落ちてても、どっちのボールか分かんなくなったりするんですね。実際そういうことがありました。ですので、やっぱり試合前に入ってこられては、結局は荷物がどっち、この荷物どっちのものなのとかってね、調べてるうちに時間がかかってしまったりするので、はい、きっちり皆さんが撤収してね、忘れ物点検終わってから撤収する。で、終わってから入っていただくということですね。なるべく我々も予約時間よりも早く終わらせて出るようにしますので、荷物点検が終わるまでは入ってこないようにご協力いただければと思います。はい、理由としては先ほど言った通り、忘れ物点検が終わってないからということですね。はい。よくね、審判の方とかもね、結構早く準備がしたいので入ってきがちなんですけども、そうなると、ハケとか、なんか、カウンターとかが混ざったりとかね、しますので、結構ね、マスクとかも、混ざったりとかすることあるんでね、はい、そういったことが過去にあったので、このあたりは、きっちりやらせていただいているという次第です。はい。ということで、本日最後までご視聴どうもありがとうございました。同時視聴者数4名、ありがとうございます。視聴回数最大40、トータルで43名の方、見ていただきました。ありがとうございました。はい。嬉しいね。ラタニータさん。ずっと最後まで見てくれたんですね。ありがとうございます。はい。よければね、このチャンネル、チャンネルメンバー4名いらっしゃるのかな？はい。2名かな？はい。まあ、気に入ってくれたりね、もし応援してあげようとかいう方いたらですね、チャンネルメンバーシップというのもありますので、よければ入っていただければと思います。そして、みゆきさん。すごい、なんですかね、ファールというか、チップというか、はい、スーパーチャットありがとうございました。明日、娘と会見